今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでしたか、やってみて。初めてですもんね。初めてです。どうでしたか。いや、超楽しかったです。あ、本当ですか。うん、ありがとうございます。自主制作にこう参加するのが初めてだったので、はい、あっという間でした。あ、本当ですか。ありがとうございます。本当にどうですか、いつも出演いつも通りな感じで、はい、でも新しく一人増えて、はい、女の子を同士で撮ったことがないから楽しかったです。本当よかった、楽し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 かった、めっちゃすごい楽しかったです。いや、ありがとうございます。はい、ストーリーの展開的にどうなんですか、あの女性同士の、うん、まあ、今回こういう話でしたけど、なんかっていうのはあるんですか、結構ある話なんですか。ここまではでもやんないのかもしれないですけど、なんかこういう感じの仲いいけど実はみたいな、うん、あるよね、うん、あるあるだよね、うん、なんか思ってるけどお互い言わないみたいなのはよくあるよね。後々聞こえるみたいな、聞こえるみたいな、うん、残酷ですね。そういう時どうするんですか。知らないだそうです、うすいさん。ああ、そうでもさ、一つ気になったのはさ、はい、トメス監督、下半身好きだよねそれね、うん、気づきましたか、うん、そうなんですよね。なんかでも僕する意識はそういう意識はないですよ。あの下半身が別に、下半身とか好きとかそういう意識はないですけど、気づいたら足とかやっぱ取りたくなってるんですよ。多分足が好きなんでしょうね、多分足フェチなのかないやでも僕下がってくるっていうかね、ラッシュで見たからね、足下がってないじゃん、どんどん下がってくる。びっくり。胸ってきて、お尻ってきて、うん、もうその辺でいいですか。すいません、すいません、失礼しました、本当に。はい、その辺でいや、もったいないです次回なんかこういうのやってみたいなってことありますか。こういうのあったら怖いなとか、ホラーとか、まあ、ミステリーとか普段自分が体験してる話でも別にいいと思うんですけど、物が私すぐなくなるから。出た、あ、なぜなくなるかとか。え、原因は何かあるんですか、それ。ついてわかんない、わかんない。覚えてるんですか。覚えてないです。え、なくなったことが覚えてないですか。うん、で、いつの間にかなんか、あれ、ここにあったっけ、あれみたいな。それミステリーじゃないですかそれミステリーじゃないですか、完全にミステリーですかね。結構あるんですか、それ。結構ありますよ。あ、本当ですか。うん、まずいですね、それをぜひ。まあ、そうですね、まあ、かんに、はい、題材として使っていただければ、うん、まあ、事務所の西田さんともちょっとお話しして身内まあ、そうですね、ちょっと、すいさん、本当はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。てぺさんもありがとうございました。本当にありがとうございました。ジョーカーさん、これ私見たことあるですか。すいません、ありがとうございます。ここ、ね、じゃあ僕これちょっと行きますね。ハートさんでした。持ってねえな。ハートさんの角で、角でお願いします。この間、引いた時、ハートさんだったよね、確か。あ、そうですね、うん、持ってますね。持ってあった、あった、あった、違うじゃん、おまけじゃん。あった、ジョーカーありましたね。ちょっとジョーカーを見てほしいですね、本当に。出ましたね、うん、ジョーカー絶賛上映中ですありがとうございますありがとうございます皆さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。またぜひお願いします。よろしくお願いします。お願いしますありがとうございます。 OK です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。